はい、どうもセイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やっていきましょう。ではね、頂上決戦の 100% スキルモードやっていきます。ひなさん、うおー先生取ったよ。ひなさんポイント高いね。1900ポイントあったからかなり上位勢かなと思いますが、ね、マキシマクリス、スキルか、マキシマ。いや、クリスね、復活するなよ、マジで。マチュア。マキシマ、マチュア。これは、シェンやね。シェン。最後は、UR、クロゼロ、アテナか。アテナ、怒り下げ。あ、ちゃうわ、8問ちゃうんか。そしたら、クロゼロかな。セスと、アテナと、アーデルハイドと、ハオーマル。これもう、ハオーマルはね、僕いつも言ってるんですけど、選択チャレンジで仕事しないんですけど、スキルモードでめちゃめちゃ強いのに、スキルモードになった途端出ないっていうね。そんな感じのキャラ。先生取ってるけど、ほとんど旨味ないな。マキシマも置いても必殺打たれへんもんな、ハーマルいたら。どうすっかな。ネームレス置くか。これでいきますか。ネスツ、ネスツで。で、シェン、そうやね。まあ、チーちゃんぐらい置いとこか。マキシマとこのネームレスのコンビで、ダメージを上げていきたい。お、いきなりアーデルハイド出してますね。いきなりアーデルっていうのはやっぱスキルモードで攻撃力上げるっていう感じかな。シェン、セスを前に。うん。アテナは使わないね、ここはさすがにね。さあ、ここね、マキシマはもう必殺打てないのでしゃあないですね。まあ、このままいきます。このままいって、叩いていきましょう。このネームレスはやっぱね、切断が強いんで、で特にこのマキシマ、と相性がいい。ネスツキャラなんでね、傷のマークつければつけるほど固定ダメージ取れるから。さあ、このセスがどこに飛んでくるか。できれば、マキシマに来てほしいね。マキシマに。まあでも、あ、使わない。え？溜まってないことないでしょ。あ、使わないか。そしたらこれはマキシマ下げましょうか。下げて、当然これは使っていく。セス倒します。セス当然倒していきます。こういって、こういけば倒せるよね。あー、ちょっと硬い硬い。セスが思ってるより硬い。もったいない今。もっといい叩き方あったけどな。もったいないことしたな。セスが硬かった。ただネームレスはゲージ溜まる。で、アーデルもね、怒り回復速度速いからね、要注意なんですよね。アテナ UM。ハオマルは溜まってないね、さすがに。アーデルはワンチャン溜まってるっすよ。さあ、ここはアーデル次第かな。アーデル次第かな。溜まった。溜まるんよね。これ、ほら。めっちゃ減るし。めっちゃ減る。で、センプレスなんで絶対ネームレスに来るな、これ。いやー、強いわ、アーデルハイド。センプレス弾。全滅狙われへんかな。全滅狙おうとしても、やっぱり、覇王丸がいるからね、もう硬いんですよね。だから、ここはもう下ろしてると、シェルミ、これで。削っていきましょう。ハオマルに飛ばせるんで、このマチュアは。で、これハオマルに飛ばして、ここはもう UM 叩いていきましょうか。こうかな。叩いていく。これはぜひ倒したい。お、倒した。で、ネームレスもまたゲージ回復しましたよ。オロクリ来た。で、ハオマルもゲージ溜まってる。いやー、もうこれね、ハオマルがいる時点でずっと怒り下げられるからな。それが本当に強い。どこ下げるかな、ここ。シェンかな、やっぱ。下げるというか、シェンやられますよね、これ。生きろ！あー、強すぎる！お、来た！よし！ネームレス打てる。それだけでもだいぶマシかな。ネームレス打って、ちょっと待てよ。アーデルが溜まってる可能性あるからな。螺旋と黒ゼロとテリー、行くか。こうっすね、もう。これで行きますか。で、ここ黒ゼロでワンパンしたいんですよ。このオロチクリスを。どっちがいいかな。まあ、とりあえずここに螺旋ですね。先に螺旋打っといて、ワンパンできるキャラどっちやろうな。テリーかな。いや、黒ゼロか。クリティカル、クリティカル。うお、ワンパンした。よっしゃ、いけ。そしたらアーデル倒しに行く。よしよし、いいよ。だからこれはね、こうかな。こういって、こういって、こういって、黒ゼロ頑張れ。あー、さすがにね。まあでも十分かな。3体、5体倒したっすよね、だから。5体倒したんで、これでいけるでしょう、おそらく。ここネームレスはやっぱ盾が活躍すると思うんで、うん。盾が非常に強いと思うので、ここは全部ガード。よし！雷光剣もガードしてくれ。
雷光拳もガード、よっしゃ、いいよ、だいぶ耐えてる。ガードしろ、ガード、よし、あー、もう一発ぐらいガードしてほしかった。もう一発なかったか。オロシェルは生かしましょう。だから、こうかな。これで一旦、テリーのゲージ溜めに行く。さあ、パワーダンク。お、めまいいいよ。めまいは非常にいい。うん。で、ここ黒ゼロはまだ行きますね。ただね、クリスがゲージ溜まる可能性全然あるから。そうやね。クリス溜まったらやばいか。こうか。だから、こういっときましょうか。こういって、倒せるかな、これ。倒したいんですけど、クロゼロのパワー、おお、強え。あー、クリス復活やっても、なんでかな、もう、ここぞで復活される、ほんまに。ただ、これ、シェルミー倒れると、テリーがゲージ回復するんですよね。うん、だから、これで、センプレスさんは、テリーかな、さすがに、今ゲージ回復したんでね。センプレスさんは、あ、そっちか。そしたらクロゼロ前かな、次。こうっすよね。で、ここはもう、このクリス倒して、うわ、倒せないの、今ので。マジか。まあ、でも、勝ったっすね。これ、雷光拳と天下風神山。天下風神山溜まってないからね、絶対。さすがに2ターン、3ターンじゃ溜まらない。倒したボーナスがあったら溜まるけど、うん、これじゃ溜まらないんで、勝ちましたね。うお、いけた。いけましたね。このほんまにハオマルとアーデルハイドすごい強敵やったけど、なんとかねこっちも押し切っていけたかな。今のあのネームレスがでもかなり活躍した気するけどね。途中で必殺も強かったし、まあ、盾で最後の方でね結構耐えてくれたんで、まあ、それが良かったんじゃないかと思います。はい、では頂上決戦の続きやっていきましょう。スキルモードね、 100% スキル。さあ、ボタン押してます。先制くれ、先制をください。先生欲しいね、本当に。チョプさん、チョプ P さん。おお、先生取った。いいね。クラーク、ザキヤマ。まあ、クラークですかね。レオナ、メイリーか。メイかな、スキルなんで。さあ、次は。ちょい、メニマル。どっち？どっちどっち？これ。メニマル？スキルなんでね。雷神剣が。おお、マキと2代目。これはマキ取るんですけど、ロバート取られてたら終わるっすね。やめて。ロバートだけはやめて。やめて、やめて。ネススタイル強化。よし。マキは強いよ。ネス強と2代目ですね。こっちは、ルガールか。まあ、しゃあない。マキ取ってるしね。で、先生も取ってるから、マイ置いとこう。マイとこのマキはね、相性いいっすね。やっぱ怒り上げあるから、マイが。自身の。で、マキは、ランダムで怒り上げあるから。で、ベニマルは置いとこう。ジョーはね、唯一の防御型なんで、ルガールと2体しかいないから、あんまり、出したくもない気するけど、どうかな。でもこれでいきますか。すごいパトカーがうるさいね。前にね、僕が頂上決戦やりだしたらパトカーが鳴るっていう話したんですけど、まさに今それでまた鳴り出してるね。点数は下げるかな。点数このまま来るんやったら肉まん食うっすね。その方がいいかな。こっちも肉まん食って、ジョーは耐えますね。そしたらジョー使いましょう。あ、やめて。やけど。やけどしてない。おお。そしたらこのまま行ってジョー使う。ジョー使ってもこの件数は倒せない。マキのスキルがやっぱり、お、ま、麻痺した。この怒り上げが、あ、今ジョーに入ってたか。でも次これ前打ったら、後ろ後列全部ゲージ溜まりますね。さあ、これこのまま来たんかな。このまま来たとしたら、前を前に出さないとベニマルが打てないな。どうしようかな。このまま、そうやね、ジョーこれ前怖いんで、まあ前出しましょうか。前を打つことによってベニマルもマキも打てるから、これは使います。当然ですけど、先にもうベニマルやな。これさっきベニマルで剣数倒しといて、マキで、あー、倒せないの。どんだけ軽くないん。スキルモードの補正かな今。お、沈黙いいよ。てかこれもオロチクリス倒しに行きましょう。オロチクリスはぜひ倒しに行きたい。うん、倒せますよねこれ。うん、沈黙のキャラに対して、マキは追加ダメージあったはずなんで、だから封印入ってる、まあ、沈黙もですけど、入ってるキャラに対してスキル打ったらね、めっちゃダメージ取れるんですよ。今のは結構ね、マキが効果的やったっすね。で、さらに後半は沈黙してるから、あ、熱室今日来た。ちょいも打てるっすね。二代目出してくるんかな？あ、一体出し？一体出しで使ってきたらジョーやられるけど、
そういうことか。ちょいは？ちょいは打たないんかな、じゃあ。さあ、ちょいは使わない。前はやられますね、これ。やけどでやられますね。いや、ギリギリ生きる？微妙に生きてる。まあ、どっちでもいいんだけど、これは。これ、ルガールやな。ルガールで、後ろの攻撃型に突っ込めるんで。さあ、ネストに行け。上！よっしゃ、いいね。だいぶ減らしたよ、これ。でさらに、後半がめまい。いいね、今のは。でここ、次のターン、マイがやられるから。次何出そうかな。お、2台目はいいっすよ。ロバートに来るね、これ。おー、ちょい使ってくれた。マキゲージ溜まった。さらに2台目が、ロバートじゃない。ベニマルね。そしたらマキまた打てる。で、これルガールワンチャンゲージ溜まったりせんかな。さす、あー、そっか。ま、苦しいっすね、今のは。さすがに。うん、マキがいるからもうさすがにどうしようもないって感じなんで。まあ多分普通にやってても勝てましたね。まあでもマキが強かったですね、今回。本当に。あとマイのやっぱ怒り上げがあるので、最初に言ってたように相性がいいから、マキとマイで両方怒り上げつつ、結構必殺の回転を高めていけるので、結構それがね、うまくいった気もしました。はい、では今回こんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。